公益財団法人日本スポーツ協会は、日本の中央競技団体及び、各都道府県の体育協会を統括する団体。発足当時の名称は、大日本体育協会であったが、1948年に、日本体育協会に変更。2017年6月23日の、評議委員会並びに、臨時理事会での決定により、2018年4月1日付で、 組織名称を日本スポーツ協会に変更した。英語表記はジャパンスポーツアソシエーションで略称は J スポ。2018年の改名以前は略称として JSA が用いられていた。元々の英語表記はジャパンアマチュアスポーツアソシエーションでこの頭文字を取って JSA であったが2005年に英名からアマチュアを除外した。日本語による略称は 最強がが使われることの方が多かった日本人初の国際オリンピック委員会委員となった、加納寺五郎が、日本のオリンピック参加に向けた組織、体制整備の一環として設立したものである。この事情から、日本オリンピック委員会は発足以来協会内の委員会という位置づけであったが、1980年のモスクワオリンピックにおける、 日本選手団不参加問題の反省で政治からスポーツの独立をの声が高まったことから1989年に独立した上位団体としてはアジア太平洋オセニアスポーツ協議会があるさらに日本スポーツ協会の加盟団体の多くは同時に日本オリンピック委員会にも加盟しているスポーツ協会に加盟していないと国体など スポーツ協会系が主催する大会には参加できないが、オリンピックは JOC に加盟していて、その競技がオリンピックの種目として採用されている限りは出場できる。同様に国際オリンピック委員会とは別に国際競技連盟が主催している国際競技大会への出場に関しても参加対象になる当該競技団体がその IF に加盟していれば、 スポーツ協会への加盟は必要条件にはならない。各競技団体が加盟し、都道府県単位の下部組織を持つスポーツの全国組織としては、対協の他に新日本スポーツ連盟があるが、両者の接点はなく、お互いの公式サイトでもリンクは設定されていない。ただし、新日本スポーツ連盟の加盟団体に所属する各クラブや選手は、 大協加盟団体への参加も可能で、両者の公式戦に参加することが可能である。また、加盟団体を通じた参加者数では、大協が新日本スポーツ連盟を圧倒し、JOC などとも深く関連しているため、通常のマスメディア報道などでは、注釈抜きで大協が日本を代表する、スポーツ団体とみなされている。括弧内は主な肩書き。 太字の人物は現存者特に第二次世界大戦後は保守系の大臣経験者や主張が多く、中でも自由民主党の政治家が占める場合が多い。主に体育指導者としての経歴を積んだのは日本陸上競技連盟会長だった青木判事のみでオリンピックに選手として出場経験を持つ者もいない。ただし、あず太郎は日本スポーツ医学の草分けと評され、 河野健造や森吉郎など学生時代に選手として活動するなど、スポーツに関わりが深い人物も多く、会長の実験や、それに値する知識のない人物が就任して、名誉職と揶揄されるような例は少ない。北海道スポーツ協会をはじめ47都道府県のスポーツ協会が加盟している。公認スポーツ指導者制度に基づき資格認定を行っている。 ありがとうございます。